よくやった。あら、またこっちに来ちゃった。ゾラ・マグダラオスの痕跡が発見されている。よし。学者の護衛か。オアリズカの荒れ地。あ、まあもう新しい場所行っちゃうの。これよりバウンティーの調査。あ、なんかいっぱい報告があります。おのおのなすことを考えろ。はい。次は学者さんの護衛任務ですね。要は砂漠ってことだよね、これね。オオアリ塚の荒れ地。楽しそうね。学者さんも押してくの。痕跡回収の始まりですな。カリウド殿、頼みましたぞ。ついに痕跡とご対面じゃ。わし興奮して寝られんかった。痕跡は大蟻塚の麓にあるようです。相棒、私たちの護衛をお願いします。採取してます。こんな感じ。お前ら勝手に進んでくんの。こんな感じだね。ここは古代樹の森と随分違いますね。乾燥だ。あれ、走れなくなった。おなんです、なんです。元はもしや。皆さん気をつけて。相棒、確認をお願いします。やだなやだな、行きたくないな。あー、懐かしい。リオレイヤー、みんなの仕事分かっておるな。ここで打つ手はただ一つ。なんじゃい、逃げの一手じゃ。そういうこと。急いで通り抜けますよ。スリンガーを打って音を出せば離れた場所に気を引けるかもしれません。戦えないレベルなの。ちょっとやってみるけど、あ、めっちゃ逃げてるけど、え、戦えないレベル。それならやめるけど。確認しましょう。ほいよ。あ、ムービーになった。いい具合に薄着でしたな、今。効果十分でしたな。防装備にしてよかった。着いたぞ、ドラマグダラオスの痕跡じゃ。行くぞ。大丈夫なの、近寄って。ここまで怖いな。ドカーン、ボルボロス。なんと、ボルボロスじゃ。こっちに。これは何、討伐するのかな。救難信号の発信が可能になりました。危険です。ボルボロスを狩猟してください。いける。大丈夫、学者さんたち、私が保護を。救難信号ってどうやるの。いいか、痛え。
て、しっぽい来たかったね。硬いとやっぱりあれだったかね、ハンマーの方が良かった。あー、その技じゃない。後ろからお願いします。尻尾の先端部分ぐらいしか当たらねえやん。あれ、死んじゃう死んじゃう。分かってはいるけれど、今の回復できた。 Thank you。逃げた。これ倒さなきゃダメなのかな。スタミナを使い切ると隙ができます。あ、やべ。常にゲージを意識するのが狩りの基本ですよ。しっかり忘れてたね。ブルブルだ俺。弾かれちゃうから。切れたかな。いやー、それにしても長い戦いになりそうだ。
ああ怒っちゃった。もう一回ぐらい。ああでももうひるんでるひるんでる。さあ尻尾探すの大変だぞこりゃ。どこだと思うこれ。絶対は頭壊せねえけど。食らっちゃいけなかった完全に埋まってた、ね、あいちゃん割れないとは思うけど、画面なんとか顔面に。泥のおかげで当たらない。泥だらけ。たまにこのカーソル外れるのは何だなんだろう。うわ死んでしまう。ほらたまに外れるんだよねこの位置が。カメラさんとの連携が取れてないね。ほら、外れるんだよ、多分。終わった、あと一撃だったのか。おしまい。剥ぎ取り剥ぎ取り。あでも尻尾は普通に取れるのかならいいか。いや尻尾逃しちゃったな。尻尾切れてるよね。短かったもんね。ああ
鉱石を見つけられなかった。おかえりなさい。皆さん無事ですよ。安全な場所に隠れてもらってます。じゃあ迎えに行ってきます。キャンプで待っててください。爆発しちゃいそうな残骸だよねこれ。誰だ君は。もしかしてゴキ団か。もうそれだけの時間が経つのか。古竜の渡る時期がまた訪れたのか。私もハンターなんだ、一騎団の。あら、大先輩じゃないですか。よかったら話を聞かせてくれないか。場所を変えよう。大丈夫、悪いやつじゃない。そうか、みんなに変わりはないか。よかった。耳とんがってる。学者先生たちの熱意も相変わらずだな。ところで君はあのモンスターを追っているのか。私もだ。痕跡をたどれば真実にたどり着くと思っている。そろそろ行くよ。この近くに私のキャンプがある。君たちも自由に使ってくれて構わない。それと皆に伝えてくれないか。心配はいらないと。私はこのまま導かれるに任せて進むつもりだ。名を名乗れ。名を。もし君も導かれたのなら、全てを超えた先でまた会おう。地球ってことですか、それは。ん、誰この人って顔してる。今の方は。はい、ストーリーが出てきちゃうからね。うりゃ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 。あ、大地の結晶普通にもらえた。これ多分武器がね、もう一段階上がるかな。あ、なんだ？ロックフルーツの納品で食材が増えました。え、そんな効果があるんだったらもっと早く言って。ご苦労。あ、こいつは喋ってくれない。え、この人も一騎団なんでしょ。じゃあ知り合いなんじゃないの。さて、とある学者の捜索を行ってほしい。じゃあ今の人かな。場所は大蟻塚の荒れ地だ。直ちに向かってくれ。うん。あ、俺はハンターさんなのか。ああ、耳とんがってたのは竜人ってことね。少し前から行方不明になっていた。うん、ありがとう。一騎団の仲間だったあれにはなかなか淡白な感じですな。